ごご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は山本修五郎作書ですこの作品「演書は」は昭和29年1954年「小説クラブ5月号に掲載されました。このタイトルとなっております「演書は」は古くは「演女」とも言ったそうですが。 恋心を書き送る手紙恋文化粧文炎上ラブレターのことですこの物語の中で主人公は炎書恋文を受け取るのですがそれが誰からのものであるのかわからないままに時が経ってしまいます。回り道をしてしか実らぬ恋を描いた。 作品ですそれでは本文をどうぞ山本周五郎作「演書」その第1回第1章「岸島井出三郎はその日をよく覚えている」「それは法暦の2年で彼が21歳になった年の3月2日であった」「よく覚えている理由は」 一日に二つの出来事があったからでその一つは道場の師範から年竜の折り紙をもらったこと他の一つは新村家のヨイゼ絶句に招かれたことそうしてそのヨイゼ絶句の席で彼は不明の人から詠書をつけられたのであった岸島の家は老職で代々下半という役が 世襲になっている一般に下半は老職連書のことであるがこの藩では監査という含みがあり公文書を検討しこれを認証する意味を持っていたそれも近来は形式的な役目になっているが事のあった場合には責任を問われるのでまるっきり官職というのでもなかった三男は 大抵暴れん坊と決まっているようだが井出三郎は幼い頃からのんびりしたおとなしい子であった長兄の和平は短気だし次兄の林次郎は感借持ちで二人は絶え間なしに喧嘩していた面白いのは父の元右衛門も五条で一徹だったからしばしば喧嘩は三人に発展する親子三人が真っ赤な顔になり 唾を飛ばしてわめき合ったり,怒鳴り,合ったりするなかなかの壮観であるが三男の井手三郎だけは決してその仲間に加わることはない彼は脇の方で黙ってびっくりしたような目つきで眺めているばかりだった生きているのか死んでいるのかわからないやつだ父の元右衛門はよくそう言って下口をしたすると母の彼女は 悲しげに言うのであった。「こんなにおとなしいのは一生部屋住みでいるように生まれついたからではないでしょうか私にはそんなふうに思えてかわいそうでしようがございませんわ」「母親の予感というものは馬鹿にならない慈恵の林次郎は15歳の時原田又左衛門へ養子に行ったが井出三郎には思わしい縁もなく」 21歳という年を迎えてしまったその前の年法暦元年の2月に長兄が結婚し同じ10月に父が病死したそれを機会に井手三郎は母屋から出て邸内の別棟の住まいに移ったのであるがそれは元足軽長屋だったのを立て直したもので八条と六条に 長城の板の間があり勝手もついていた後ろには井戸井戸端からすぐ向こうに隣の新村邸の生垣が伸びていて新村家自慢の梅林梅林がよく見えた彼は無論炊事はしない三度の食事や茶には母屋から知らせに来る朝食が済むと弁当を持って 立藩校と求心堂と呼ばれる念流の道場へ通いまた兄の用事を手伝うというのが日課であるもっとも兄の用事は公務多忙の時でこれは年に二三回のことに過ぎなかったがさて彼は三月三日に求心堂の師範から流儀の折り紙をもらった。 もらわずに終わるものよりましだろうが21歳という年では決して早くはない師範はその時次のようなことを言った「そのもとは税金であるし手筋も万世型のようであるから今後なお弁礼すれば腕前はさらに上達すると思われるどうかおこたりなく修行を続けられるように」。は心の中で いいたたししましてとつぶやいた彼はもともと剣術が好きではなかった求心堂へ入門したのも長兄の命令で剣術でもやったら少しはしゃっきりするだろうという意見からであったその兄も結婚し家督相続をした今ではもう彼のことなどに関心を持っていないようだし全く予期しない折り紙などもらったことではあり 自分でではもう道場ををめる決心をしたでた。のあっ「ご期待に背くようで恐縮ですが」と井出三郎は言った「実は家事の都合がありますので残念ながら今日限り退問させていただきます」「師範はいい顔はしなかっただが無理に引き止めたいという様子でもなかったそうして彼は帰宅してもそのことは 誰ににもも母にさえも黙っていたそれには理由があったのであるが「これでよし」と井手三郎は手をこすりながら独り言を言って「ついでに藩公の方も退学しよう」そしてこれからはたてと帳面を一冊と弁当を持って毎日ゆっくり歩き回るんだ閉めたぞそしてその夜彼は イゼックの正体は毎年の例であった新村は隣屋敷で価格は岸島よりやや低く主の勘右衛門は720国の中老を務め夫婦の間に二男一女があり末娘の七恵と井手三郎とは幼なじみであった。 家族同士も往来しないことはないが井出三郎と七恵とが両家の交際を代表しているようなものであった七恵は彼に似てこれまた末っ子にもかかわらずおっとりと無口な太刀で兄たちとは年も離れているし他にまだ友達のない自分は庭の隅などでしょんぼりと一人で遊んでいるという風であった髪の毛が少し赤く 丸顔のおちょぼ口で目はいつも泣いたようにしっとりしているし、ふっくらとした頬には水蜜とのような細かい産毛が生えていて、笑うと唇の両端にえくぼがよれた。また口ちあいというのよ。彼女ははじめ自分の名をそう教えた。したったらずになったのだろう。後には治ったけれどもはじめのうちはわからなくて、 三郎はどう呼んでいいか当惑したものであった「両家の庭境は笠木衛になっているが一部だけ正木の生垣のところがある」「二人はその生垣の間を抜けてどちらかの庭へ入って遊んだ」「二人ともほとんど口をきかない誇張して言えばつんぼか推しのような具合でちょっとした手まねや身振りや 簡単な目配せなどで十分に用を弁じたこれはお互いが成長するに従っていくらか違ってはきたが根本的には変化がないと言ってもいい新村夫人の赤女などはしばしば不審そうな目つきで二人を見比べながら言うのであったあんたたちって全く変よ何にも言わないのにお互いの気持ちがそんなによくわかるなんて まるるででで暗号ででも話してるみたいよだわ。彼がヨイゼックに招かれることは母親の彼女だけしか知らなかった父や兄たちにはずっと内緒だった知っていたら許されなかったばかりでなく多分頭から叱りつけられ軽蔑されたことであろうひな祭りだから集まるのは女性ばかりだしそんな席へ武家の男子たる者が ののこのこ出かけてゆくなどということは全く常識外れだったからである第二章その世は珍しく彼のほかにもう一人男の客があった名を笠井忠也といい父の十兵衛は百五十国の老職である山本周五郎作「縁書」その第一回。 第2章途中まで2020年12月26日。